こんにちは。皆様、毎日元気にお過ごしのことと思います。こうやって画面越しではありますが、ご挨拶できることを幸せに思います。このおじさん改造講座は、会社で地道に働いている私たち OL が身の回りの細かいことを寄せ集めて作りました。参加した OL は全国に1000人。塵が積もって山になりました。私たちの日常をお見せできたらいいなと思っています。楽しんでいただけるといいなって思っています。私たちの日常がおじさんばかりになってしまった嫌いが多少ありますが、大はありません。この物語はひどく極端な場合を除き、すべてノンフィクション。 OL の目に映るおじさんやおじさんやおじさん、そしておじさんやおじさんやおじさん、見たままにお伝えしましょう。サラリーホーヒーサラリーホーヒーホー。部長に突然呼ばれた。どうやら私も転勤みたいだ。好きか好きかといきなり言われても、来月から旭川。はい、サラサラサラリーホーヒーサラリーホーヒーホー。生まれも育ちも東北青森。40過ぎてもほっぺは真っ赤かなのに、金の話になると関西弁になってる課長。はい、サラサラサラリーホーヒーサラリーホーヒーホー。カラオケ行くたび髪の毛振り乱し、ヤングマンかバラの鎖か激しい恋歌う。10年前秀樹に似てると言われたその日から、ロングヘアで決めてる就任。はい、サラサラサラリーホーヒーサラリーホーヒーサラリーマン、サラサラサラリーホーヒーサラリーホーヒーホー。さて、毎日の通勤ラッシュ、大変だと思います。私たち OL もおじさんたちに混じって通勤をご一緒させてもらってる関係上、おじさんたちに目が行ってしまうわけで、決して悪意を持って見ているのではないのですが、会社に向かう通勤電車の中からおじさんウォッチングが始まっちゃうわけです。23歳。その親父は鼻の穴に第一関節くらいまで指を突っ込んで堂々と鼻くそをほじる。鼻くそを指でもてあそぶ。そしてその手で手すりをつかんだ。死んでいい。建設20歳。その首のほくろから毛が一本伸びていた親父は一生懸命鼻毛を抜いていた。鼻毛を抜いてもいいから、私の顔を見てくしゃみをするな。研究所23歳。
手すりにお尻のっける親父がいるでしょ。臭いを鳴らされたら私の一匹や二匹イチコロよ。最悪なのはお尻でなく前向いてるやつ、私の顔についてしまいそうで恐ろしいのよね。出版26歳、歌詞がびっしり書いてある手帳を片手に握り拳で目をつぶってウォークマンで演歌に聞き惚れてるおじさんがいて、音が漏れてうるさいってムカついたらいきなり目を開け、あ、鍵忘れた。人の目を見て言うな。勝者21歳、向こうの方に座っているおじさんの動きがなんか派手なんで首を伸ばして見てみたら、新聞を読んでいたそのおじさん、読み終わったところを切っては窓から捨てていた。窓の外を新聞紙がピヨピヨ飛んでいって異様だった。19歳、電車の連結部分に一人閉じこもって暗くなってんの、やめてよもう。部長、おはようございます。おはよう。このおじさんたちにこの映画の主役になっていただきました。OL800 人委員会の会員のアンケートをもとに、放浪鍋を作って60年のある会社を舞台に話を進めたいと思います。お茶。大きな会社では一人がいっぺんに20人以上も入れるのです。誰が入れるべきかの問題はさておき、数を取ってみると約 80% の OL がお茶入れをしていました。そこでまずお茶を入れた時のおじさんの反応は、抜き出ているのがちゃんとお礼を言う314人中170人。おじさんもしっかりお礼を言ってくれるようです。しかしながら別のものを欲しがる、感謝が足りない、反応がない、残す、気づかない、飲まないについては全体の数からは少ないのですが、もう少しここら辺を考えてくれないでしょうか。
それではアンケートの中からおじさんたちの反応を取り上げてみました。沢村さんお砂糖だけ、秋田さんはミルクだけ、春日部課長はブラック、蛭田部長ミルク2つに砂糖3つと、宇津井さんがお茶。よし、あれこのあちち、えいこのコーヒー変えなきゃダメかな。ま、いっか。どうぞ、コーヒーです。ありがとうございます。いつもすみません。とっても美味しいです。はい、ぺったん、ぺったん、バコーン。薄井さん、バコーン、お茶。はい、お茶。はい、いや、すいませんね、どうも。はい、いや。あ、美味しい。課長、コーヒーです。これ、うちの神さん。いや、僕と同い年なのにね、大抵若く見られちゃってさ。そうそう、この間なんか高校生と間違われちゃったんだよね。まったく参っちゃうよ。あ、君知ってるだろう、浅草の雷門のとこの老舗のせんべい屋あるでしょう。いや、こいつがあそこのね、一人娘なんだけどね。バカ言ってんじゃねえよ。あ、コーヒー置きに来ただけ。ごめんごめん、ひとめちゃったね。ああ、ちょっと、ま、ちょっと待って、あと半分だけちょうだい。ああ、いいな、いっぱい飲めて。まったく朝から何を考えてんのかね。忙しくもないくせに。ああ、頭が痛いよ、まったく。課長、コーヒーどうぞ。何？あ、コーヒー。ああ、ありがとう、ありがとう。あれ？ちょっと待ってよ、これ濃すぎるんじゃないの、もう。あ、しーちゃっ、ひー暑いじゃないの。何これ、だいたいこんなに縁の方までなみなみと入れて、やけどでもしたらどうするの。だいたいコーヒーの継ぎ方の基本がなってないよ。コーヒーの温度はだな。私は忙しいの。と作業室か経理部だろ、置いときゃいいよ、置いときゃ。課長、コーヒーです。コーヒーどうぞ。うん、うん、おい、僕はいつもブラックって言ってるだろう。何年この会社にいるんだね、君は。いいかい、ブラックだよ、ブラック。なんでね、これは。はいはい、砂糖入りのブラックね。コーヒーいらない、持ってって、持ってってよ。朝からコーヒー飲むと胃が荒れるんでね。ああ、君、ちょっとちょっと、これ捨ててきてくんない。このくそ、また連敗かよ、この忙しい時に。入ったな。あ、コーヒー、ああ、そこに置いといて、今コーヒーどころじゃないんだから。部長、コーヒーです。いつもありがとう。おお、髪型変えたんだね。失恋でもしたのかな。図星、素敵な服着てるじゃん。今日はデートだ。あらら、君の入れてくれたコーヒーは大人の香りがするね。コロンビアとキリマンジャロのブレンドだね。僕だけの特性かな。部長、コーヒーです。ああ、ありがとう。ああ、ちょっと君、その制服ってさ、あと5センチ裾が上がると膝が見えて色っぽいのにな。残念だね。ああ、ちょっと待って。ねえ君、この角砂糖を君の可愛い前歯で半分に割って入れてくれないかな。ねえねえ君、可愛い奥歯でもいいんだぞ。なんだったらミルクの代わりに君の母乳を入れてくれてもいいんだぞ。ねえったら。冗談冗談、ざっけんじゃねえよ。うちで飲めないもんですから、もう一杯ください。
サラサラサラリーホーヒーサラリーホーヒーホー。生命保険21歳。金田支店長は18歳で入社して以来無遅刻無欠勤。朝奥さんから熱が出たので休ませてくださいと電話があった。でもその電話の向こうから支店長の怒鳴り声が聞こえてきたの。バカ野郎、俺は行くぞ。だって。課長、おはようございます。赤尾君、遅いじゃないか。はい、バスが遅れまして。何かね、君んとこのバスは2時間も遅れるのかね。まあ高野君、だいたい君はだね。その課長、一本槍君、大丈夫かね。はい、一本槍、ただいま到着いたしました。大変遅れまして申し訳ございませんでした。いや、今君のサイ君から電話があった。君、40度の熱があるっていうのに出てきたのか。いえ、これ式の熱で会社を休むなんてとんでもありません。それでこそサラリーマンの鏡。それに引き換え、もっと真面目にできんのかね、君は。少しは一本槍君の仕事に対する情熱を見習ったらどうかね。仕事。一本槍君、しっかり従え。会社に来りゃいいってもんじゃないよな。これじゃゾンビだよ、まったく。そうよ、来りゃいいってもんじゃないの。おはようございます。はい、お待ちどうさん。ありがとう。はい、薄井さん。あ、どうも。いや、おばちゃん、こっちこっち。おばちゃん、今年もヤクルト再開決定だね。そうですかね。私、野球のことはちっとも。はい、いつもの。さあ、これこれ。いいなあ、一度でいいからわしも飲んでみたいな。鼻毛にしみるぜ。おばさん、僕にもいつもの乳糖ください。乳糖。おばちゃん、乳糖だってさ、吸わしてやんなよ。いや、豆乳でした。くれぐれも間違わないでくださいよね、おじさん。家電メーカー24歳。毎日長時間トイレに行く親父のことを私たちは大便士と呼んでいます。あ、トイレットペーパーだ。どうしたらああなるんだろう。さてと、はい、営業です。ああ、春日部課長ですか。この時間はうんこっすよ。あと小一時間は出てきませんよ。うんこ、はい。ああ、課長、今日は早かったですね。なんだ、電話だったのか。お、社長。君、トイレが臭いですよ、トイレが。張り紙をしなさい。張り紙。そう。
社長命令、一切れごとに流すようにといいね。はい社長、わかりました。赤尾君、君張り紙してきたまえ。社長命令、一切れごとに流すように。わかったね。一切れごとね。課長、女子のトイレはどうしましょう。女子ね、ま、女子はそんな臭いうんこはしないだろう。そうですかね。そうに決まってるでしょ、バカ。うっちゃん、いやいや、ご飯の時間だよ。一緒に食べよう。はあ、時間、もう飯の時間だったのか。おいやー、ここんとこ接待が続いちゃってね。毎晩午前様よ、女房カンカン。なんか肩が痛いんだよな。ゴルフのせいかね。接待とはいえゴルフの連チャンは辛いよね。パッパヤパッタラララン、パッパヤパッドドンドドン、パッパヤパッタラララン、パッパヤパッドドンドドン。私の彼は勝者の男。ありがとうございました。プライド高いが、まあ、ちゃん、おかわり。ああ、味噌汁もね。しかし何度見てもいい生地だな。どうも、毎度。おかわり。おかわり。パヤパッタラララン、パッパヤパッドドンドドン。私の彼はアパレルの男。パヤツパ、見た目はいいが感じは弱い弱い。ありがとうよ。いやいや、ほんとおじさんって私たちよりしっかりしてんだから。うん、明日も来よう。一時試合開始だったな。ああ、そうだ、横田機械に行くのを忘れてた。課長、横田機械に行ってきます。おじさんたちは本当にプロ野球がお好き。見てください、野球にかける巷のパワー。野球の話をすると乗ってくる204人を筆頭に、巨人命152人、スポーツ新聞を愛読140人以下。もうおじさんたちはプロ野球と仕事を両立するのが大変です。君、赤尾君はまだ戻らんのかね。おお、彼に頼んでおいた書類があるんだがね。困るな。申し訳ありません。しかしおかしいな。しまった、今日から巨人阪神戦じゃないか。はい、こちら営業ですが。あ、赤尾君、君は今一体どこにいるんだね。横田機械なんですがね、ちょっと話がこじれて長引きそうなんですよ。何を言うか、六甲おろしが聞こえているぞ。おかしいな、混戦してんじゃないっすか。10円玉がないから。あ、そういうことで。おお、赤尾くん、そんなってことだ。課長、私が会社のため身を挺して赤尾くんを連れ戻してきます。君は熱があるんだろ、早く帰った方が。え、大丈夫です。やりくん、一本やり、赤尾君を連れ戻してまいりました。ご苦労さん。一本やりくん、赤尾、これから仕事に就きます。
あれからタイガースどうなったかな。いいとこだったのに。一本やりめ。はい、赤尾。ん？赤尾くん、球場に行ってたんだって？沢村！まあ、君の不安な気持ちはわかるよ。うん。僕なんかジャイアンツを信用してるからね。見なくても結果の分かってることだからね。東京ドームまでわざわざ行くなんてご苦労なかったね。なんだと？なんだね、赤尾くん。なんでもありません。6回の表、タイガースの攻撃です。おお、木村さんか、赤尾だが。そうなんだ、途中で帰ってきちゃったんだよ。そうなんだ。だからさ、逐一報告の方頼むよ。ね、お願い。はいはい、わかりましたよ。心配いりませんよ。はいはい。何？入った！やったー！わかりました。ではその件につきましては後ほど。岡田のスリーランで6対2、タイガース4点のリードです。こんな時笑顔がいたら。沢村君。だーって。なんだい、赤尾君。沢村君、今頃試合どうなってっかな。私の予想じゃ6回の表あたりで勝負決まりだね。岡田あたりがスリーラン打ったりしてさ。君になぜそんなことがわかるんだ。勘すよ、勘。何？撃たれた？そんなバカな。キヨは今日調子いいんだ。腹なんかに打たれるはずねえんだ。しっかり見ててくれよ、本当に。頼んだぜ。中尾君、横田機械との商談はちゃんと進んでいるんだろうね。はい、それはもうバッチリと。これから見積もりをファックスするところなんですよ。はい。沢村君もファックスするの？よかったら僕のファックス用紙貸してあげようかな。結構僕には僕のファックス用紙があるからね。これで。沢村君、分かってるだろうね。1点差につき1万円だからね。きっと今頃3万円ぐらいかな。木原と岡田の対戦成績は、対フィルダーはと、大丈夫だ。僕のデータによればジャイアンツに勝利の女神は微笑んでいる。何？満塁でバッター黒町、ジャイアンツ逆転のチャンス。おい、冗談じゃないぞ。赤尾くん、僕のデータによるとだね、今日のジャイアンツは負ける要素がないね。クロマティ三振。何？抑えた。あと一人。このデータによればジャイアンツが勝つ。必ず。よし、ツーストライク、あと一球。逆転しろ、ジャイアンツ。タイガース、行き。ジャイアンツ頑張れ。試合終了。6対3、タイガースジャイアンツを破りました。タイガース7連勝。やったー！バトーイ！バトーイ！ほらこら、赤尾くん！はいはいはい、お祝い、お祝いのダンス、はい、お祝いです。はい、どうぞー。やー！私、23歳。うちの職場では、巨人が勝てば巨人ファン、阪神が勝てば阪神ファンが、紙コップにビールでパーティーをしてました。ただし、3時頃から用意し出すんですよ。皆様の税金で働いてるのにいいんでしょうかね。上司も黙認。はっきり言うけど、私は公務員。
私たち OL はおじさんたちのこんなところに目がいっています。いろいろなデータを総合してみますとこんな具合です。まず頭から、気になさってるおじさんのハゲ。びっくりしたそこのあなた、どうしてビクビクするんですか。いいじゃないですか、ハゲだって。統計では変に隠すより堂々のハゲの方がいいみたいです。さて次は下着。近頃ワイシャツの下に何も着ていない人が多いのですが、鉄工22歳、乳首が見えるんだもん、気持ち悪いよ。おじさん会社で乳首見せるなよな、能率下がると言ってランニングだけはやめてほしいようです。貿易23歳、ワイシャツの下に透けるランニングの白く丸いラインを月の輪親父と呼んでいます。次はネクタイ。おじさんのネクタイのワースト3は、第1位、イカのような幅広。第2位、ゼーハー。第3位、コンジにバラ一輪、大きな菊の花、やっちゃん梅にうぐいす、花どうぞ。次にお尻、ヒップライン。おじさんのお尻はダボダボだと思いますか。思う 81%。 考えると吐きそう。そして靴下です。アンケートで一番嫌いなことはシースルー靴下が圧倒的に嫌いのようです。次が臭い、そして色が変の順で続きます。あと2つ細かいようですが聞いてください。1つは小指の爪。おじさんたちの中に小指の爪を伸ばしている人が意外に多いのですね。それは特に左手の小指の爪です。放送21歳、左手の小指の爪を伸ばしてる広瀬、似合わないからやめろ。それと伸ばしついでに眉毛、なぜ一本長い毛が出ているんでしょうか。 52% の OL が目撃してました。あれはスケベのシンボルよ。ハゲのくせに眉毛がある。眉毛より鼻毛をなんとかしろ。なんといっても耳毛、ほくろから一本出てるやつもいる。最後に参考までに、おじさんのカバンについて OL の声をお聞きください。建設23歳、革のショルダーだけはやめてほしい。なんだあれは、肩に食い込んじゃって背広が釣れちゃってお腹見えちゃって、なんか貧相に見える。哀れな感じもする。周りが黒く変色して臭そうだ。いくら高いカバンだって貧乏臭く見えちゃうよ。出せよ、大きなお世話だ。会社の会議となると、私たち OL は出席していない人が半数います。そこで会議に出席した人のアンケートによると、おじさんの会議での動向はただいるだけ169人、威張っている115人、大ボラぶっこいている107人、以下以上のような結果が出ました。なんと申しましょうか、会議って言葉はかっこいいんですが、きっと無駄ってものが多いんでしょうね。でなきゃこうもいろいろこぼれ話が出るわけないですもの。まあ見てください。今年度下半期を迎えるにあたりまして、まず社長よりご挨拶をいただきたいと思います。社長よろしくお願いいたします。ご存知の通り、我が社も創業60周年を迎えることになりました。これも常日頃の営業部をはじめとする皆さんの努力の賜物と思っている次第です。しかし我が社を取り巻く環境は非常に厳しく、予断を許さない状況が続いていることは皆さんもすでにご存知の通りです。ホーロー鍋を作り続けて60年になるわけですが、命綱が印刷23歳、うちの会社の会長と社長は親子ですが、年始朝礼の時、会長の長い話の間中、息子は一番前の席で寝ていたぞ。私が思うに
経営には3つのエッジが必要です。まず1つ目はヘッド、つまり頭です。そして2つ目がハート、つまり温かい心のことですな。もちろん我が社の皆さんは温かい心をすでにお持ちのことと思います。そして最後の3つ目のエッジはフットワーク、すなわち足を使って情報を収集する、これが大事です。臼井さん、フットワークって確か F で始まるんじゃなかったですか？エッジじゃないですよね。はあ、秋田君、社長がお話になられているんだよ、静かにしたまえ。まあまあ、ええじゃないか、春日部君。社長、あ、カリザーで専用しておられる会長からファックスが届いております。それでは、皆さんもご存知の通り、我が社も創業60周年を迎えることになりました。これも常日頃の皆さんの努力の賜物と思っている次第です。しかし我が社を取り巻く環境は非常に厳しく、予断を許さない状況が続いておることはすでに皆さんもご存知の通りです。と、ホロー鍋を作り続けて60年。まその、そういうわけで会長も私と全く同意見でありますでありますから、本年も非常に厳しい折から諸君の一層の努力を願う次第であります。いいかな。あ、社長ありがとうございます。以上をもちまして、上半期の営業報告および下半期のキックオフを終わります。部長、ありがとうございました。あとよろしく頼むよ。なあ、水浦、俺このプロジェクト入ってた、ね、入ってた？ええ、入ってたと思いますけど。俺いくつも入ってっからよ、最近もうこんがらがっちまってよ。水浦、お前入ってんのか？はい、な、水浦をやめてくださいよ。いいじゃないな、水浦で。ところで、スワちゃん、このプロジェクトのリーダーって誰なの？知らないの？大田黒常務だよ。我が社の影の実力者と言われている人。ああ、俺見たことねえんだよな、あの人。どう？ポンポン蒸気っていうの。うまいね。バイソンか。赤尾君、君はなんだね。これから常務がいらっしゃるんだよ。タバコを消したまえ。会議中のタバコは控えるようにと社長から通達があったばかりじゃないか。課長、お言葉を。水浦、灰皿を片付けなさい。あ、はい。いや、みんなご苦労さんだ。ジョン、わざわざありがとうございます。何しろ出来の悪い連中でありまして、常務によろしくご指導をいただければと思う次第であります。ああ、課長、灰皿がないね。はあ、古来アイディアというものはタバコから生まれてくると言っても過言ではないよ。会議とあるもの、灰皿は常に用意したまえ。はい、水浦君、灰皿を用意したまえ。はい。皆さんもご存知だと思うが、来春発売の我が社の新製品 NB3 号、これに命を与えてほしい。放浪鍋一筋60年の維持にかけても、みんなの英知を結集させ、業界1位に返り咲くべく頑張ってもらいたい。以上だ。あ、ジョン、どうもありがとうございました。ジョームはお忙しいので席を立たれるが、ジョームのご期待に添えるようなネーミングを我々で考えよう。要するに名前をつけりゃいいのか。ミズラ、 NB シリーズってこの何だったっけ？さあ、これが5年前に発売された NB1 号、カリフォルニアララバイです。
発売以来業務用鍋のベストセラーとして放浪鍋業界に君臨しております。折からの海外旅行ブームにマッチした見事なネーミングでありました。このカリフォルニアララバイは専門家筋にも大変評価の高いものでした。そしてこれが去年発売された NB2 号であります。共稼ぎ夫婦の増加に目をつけ、業務用から家庭用への進出を図りました。ネーミングは皆さんご存知の通り、母ちゃん帰らず、主に若いユーザーをターゲットとして発売されました。まあ狙いは良かったと思うんですがね、どうも今一つ伸び悩んでいるというのが現状です。いや、昨日は徹夜で資料を調べてたもんでね、そこで新製品の NB3 号ですが、2号の教訓を生かし、まずネーミングを決定した後に開発に入るという新方式を取ります。目指すユーザーのターゲットはズバリレディース。エポック的なフィロソフィーにとどまらないクリエーションあふれるネーミングをしてください。日本語で言えよな、日本語で。そしてニーズ&シーズ、ユーザーをエスカレーションするためにもこのシーズとニーズをグリップすることがマイカンパニーのインポータントである。パティキュラーなラージトピックは常にホールワールド的な感覚でクリエイトしなければならない。クララちゃん。サガル君、今なんて言った？今、いや今ふと思いついたんですが、クララちゃんというのはどうかと思いまして、思うに NB2 号の失敗は主にカーちゃんという下品な名称にあると思います。ですから今回はそのような直接的表現を避け、高級志向の山の手のお嬢さんのような。山の手にクララなんて女がいるか。いや、つまりスピリットだよ。無生物である鍋に自分の子供に名前をつけるように鍋そのものに名前をつけるんだ。うん、なるほど、そいつはいいかもしれんな。じゃあつねこでもいいかもしれん。いや、うちの具材の名前なんですけどね。どうですかね、つねこは少々ぬかみそくさいような。やはりクララちゃんの方が、クララちゃんがいいな。クララちゃんも今一つ。じゃあ松岡町の意見をお聞きしたいですな。そうですな、例えばシルビアとかビビアンとか。金髪はいかんですよ。金髪は日本人だったらやっぱり大和なでしこさゆりでしょ。さゆりちゃん、吉永さゆりに国章さゆり、石川さゆりと。あの子は可愛いですな。でしょ、でしょ。赤尾君、我々は女の話をしてるんじゃないんだぜ。でも女の名前の話を持ち出したのは君だぜ。どうやらクララちゃんとさゆりちゃんの2つに絞られたようですが、どうですか皆さん。僕はやっぱりクララがいいな。いや、私はさゆりですな、やっぱり。いや、絶対さゆりですよ。大好き、響きがいい。あ、一本やりくん、弁当の手配をしたかね。ああ、すいません、まだしていません。今からじゃキッチントトの洋風弁当しか頼めないじゃないか。自分の仕事はきっちり頼むよ。ああ、もしもし、総務ですか。会議室の方にお弁当。はい、はい、そうです。私はね、あの洋風弁当が大好物なんですよ。ほら、デザートにバナナがついてるでしょ。昔はバナナが貴重品でね、子供の頃の夢はバナナをお腹いっぱい食べることだったんです。なんだ、今日はビール出ないのか。昨日の会議は水割りが出たぜ。お前はいいな。なあ、春日部課長、この会議いつ頃終わると思う？いや、今夜妻と食事する約束をしてるんで。そう言われてもね。いやいや、あのね、妻はどうでもいいんだけどさ、娘も一緒に来るっていうからさ。どうですか、そろそろ結論出したいと思いますが。
あ、見るかい。わしの孫なんだけどね、3ヶ月なの。香りって言うんだけどね。かわいいですね。水野、何ブツブツ言っとるんだ。君の意見も聞こうじゃないか。はあ、あのそのあか香りなんてな。お、香り？香り？いいじゃない？いけそうだね。ぴったりくる。それいただきだよ。あ、それに決めちゃいましょう。よーし、ジャストフィット、グッドだぞ。NB3 号は香里ちゃんに決定だ。やったね、水田君、お手柄だぞ。ねえ。よかったね、香里。おじさんたちには人事異動とか出世とかってものは人生の一大事なんですね。定年までには部長になりたいなんて希望を胸に何十年も働いているんですものね。課長という名前が部長という名前に変わっただけで全人格もろとも変わってしまうかのような錯覚を持っているみたいです。しかし OL に役職名の印象を頭が良さそう、腹黒そうの関係でアンケートを取ってみますと、比例してるんですね。これがともあれ、我が社の課長3人もこれ出世の壮大な人生ゲームのメンバーです。そうそう、あれは全く頭くるよな。全くあれはいけませんよ。はい、営業一課の松戸課長、二課の春日部課長、企画課の浅草課長でございますね。あ、それではお席についてお待ちください。おい松戸ちゃん、松野ちゃん、こっちこっち。なんだよ、おい、かぶりつきじゃねえか。何言ってんのよ、同期のよしみで席取ってやったんだぜ。いや、ありがとう、ありがとう。相変わらずやってる。おい、どうでもいいけど、俺の席は。悪いな、うっかりしてたぜ。これ3人だけなんだよな。俺は後ろでいいよ。しかし、お前らまだ同期でくっついてんのかよ、課長のまま。三人揃って営業部か。企業選手はつらいやな。お待たせしております。講師の方も間もなくお見えになりますので、あと少々お待ちください。この研修の成績がさ、人事部にも報告されるんだぜ。席順だって侮れねえぜ。一番前でかぶりつきしてりゃ一発よ。質問だって数こなした方が勝ちだぜ。松野ちゃん、頑張れよ。まあ俺、別に社長になりてえわけじゃねえからな。先生、どうぞ。さて、皆さん、お忙しい中。はい、先生、先生。何ですか、いきなり。私、非常に目が悪く、黒板が見えませんので、一番前のどなたかと代わっていただいてよろしいでしょうか。黒板は特に使えませんが。え、何ですか。私、耳を非常に遠いんですが。じゃあ前の人と代わってください。これで問題はありませんね。それでは早速本題に入りましょう。さて皆さん、会社といえば。はい、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 何ですか一体。じゃああなた。はい、会社といえば創立60年、豊かな鍋で日本語をリード、我らが釜石製作所。君たちの愛社精神は分かりました。それでは本題に入ります。さて会社といえば。はい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 、なぞなぞやってるんじゃありません。薄井さん、ねえ、薄井さん、薄井さんさ、ニコポンって聞いたことある？いや、ずいぶん昔に聞いたことあるような気もしますが、一体何ですか？ああ、そっか、薄井さんって課長研修受けたことなかったっけ。いや、これは悪かったな。ニコポンとはですね、いやね、昨日の課長研修で習ってきたんですけどね、これからの管理職というのはですね、つまり女子社員の扱い方がスマートでなきゃいけないと、こう言うんですよね。ああ、赤尾さんやめてください。
いや、姉ちゃんいいケツしてんな。ああいう下品なのは生涯管理職になれんでしょうな。ああそうですかな。そうですよ。例えばですよ、女の子が髪型を変えてきたらさりげなく褒めるとか、洋服や化粧とかにも気をつけていてですね、あら今日は化粧のノリがいいねなんつってね、ニコニコっとしてポンと肩を叩く、これが管理職の第一歩、ニコポンってわけですよ。簡単なようで難しいんですよね、これが。京子ちゃん、その髪型いいね。ほらあれでしょ、その髪型ラーメンじゃなくてうどんでもない、そば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 汁よ。よしえちゃん、今日はデートいい匂いだね。チャネル出おるかな。あれはまるで客引きみたいですな。いやいや、あんなに卑屈ではいけませんな。えいみっちゃん、今日はとってもきれい。これはまた随分にぎやかですな。ああいう想像しいのもいけません、はあ、とはいうもののいざとなるとニコポンっていうのも面倒だな。卑屈でもいかん、想像しいのもいかんか。うん、要はスマートさ、スマートさだね。いやなんというか。あ、部長だ。君の幸せを祈っているよ。なるほど、スマートだ。すなわち彼女たちの幸せをひたすら祈ってやればいいわけだ。いや僕もこれからは君たち女子社員のだね、幸せをお祈りさせてください。あの、私宗派が違いますので。は、ああそう。まったく最近の若い者は新人類とでも言うんでしょうかねえ。そうそう、我々旧人類とは波長が合わないと言いましょうか。まあ管理職はつらいですな。そうそう、つらいつらい。ここんとこ接待が続いちゃってね、毎晩午前様よ、女房ケンケン。うちのワイフは毎週ゴルフに行っても口は出しませんけどね。あいつはなんて言ったって学生時代をアメリカで過ごしてますから。アメリカナイズされてるって言うんですかな。子供はケントって言うんですけどね、うちは自由主義ですよ。あ、ワイフといえばですね、うちの常子がね、昨日スーパーのレジで高校生と間違えられちゃいましてね。おお、浅草さんの奥さんは高校生に間違えられるほど若くて綺麗で、確か浅草のせんべい屋の一人娘でしょ。浅草さんは確か養子でしたよね。いいな、家付き、土地付き、せんべい付き、羨ましいですな、まったく。そうそう、この間の接待はきつかったな。なんたって一晩に100万使ったからな。今の若いもんは一晩に100万なんて使えないだろうな。ああ、なんか肩が痛いんだよな。ゴルフのやりすぎかな。いやね、ハンデがシングルになった途端にスコアが伸びなくなっちゃってね。いや、お互いつらいやね。ねえ、静かにしてください。僕の指一本で億単位の金が動くんですから。ったく、なんだお前は。あの先週言われた報告書ができましたので、あの印鑑をお願いできませんでしょうか。今はそれどころじゃない、おととい来いって。お前これ作るのに何日かかった？あの先週は ほとんどこれをやっていましたので。先週いっぱいか、忙しかったか。はい、残業もいっぱいしましたし、それに。まあ若いうちは忙しいぐらいがいいんだ。手抜くのは年取ってからだ。あの その今日は見逃してやるが、いかんな、こんなことじゃ。やり直し。お前はまだ何にも上がってない。甘いな、甘い。お前がそんなこと言える身分か。部長、報告書を早く出せ。はい。かな返事ばっかり。それよりちょっとみんなを集めてくれたまえ。はい。突然ではありますが、この度大田黒常務が我が部の本部長として短期間ではありますが統括していただくことになりました。
私も光栄ではありますが、皆様もぜひ常務のご期待に沿うよう頑張っていただきたいというように思うわけであります。では太田黒常務から、一言お願いいたします。よろしく。何分急ぎのことでしたので不足もありましょうが、その時は何でもこの松戸にお申し付けください。さあさあ、お席はこちらでございます。さあさあ、お席にどうぞ。常務、備品の類も打ち揃えてございます。君気が利くね。はい、私営業二課の春日部でございます。エミちゃん、君ね、大至急太田黒常務の名刺を手配しなさい。教授ね、教授。ジョーコちゃん、常務にお茶をお持ちしなさい。いや、ちょっと待て。常務、コーヒー、紅茶、どちらになさいますか。いや、お茶もございますし、ココアでも昆布茶でも何でもお申し付けくだされば取りにやらせますが。コーヒーをブラックでもらおうか。ジョーコちゃん、コーヒーブラック。どう何、無理だと。なんでだ、あの太田黒常務の名刺なんだぞ。無理じゃない。君、バッグに砂糖はつきもんなんだよ。何べん言わせれば気が済むんだよ。本当にもう、印刷所を探せ、印刷所だ。砂糖はどうした。砂糖はダメだよ、そんな間抜けな印刷所は。他にないのか。他に。だから砂糖なんだよ。何度言え。世の中、不倫が大流行りだそうですが、どこの誰が無責任に言いふらしているんでしょうか。はっきり言って私たちは迷惑です。分別盛りの会社のおじさんたちに不倫は憧れの的になっています。安易に私たちに熱い視線を送ってきます。そのおじさんたちは妻子持ちですから、不倫の資格はあるんですけど。まずアンケート。絶対不倫の対象にならないと思うおじさんは、とにかく一番多い 27% の OL が金がないおじさんと答えています。これは不倫をあまり真剣に考えていない表れでしょうね。不倫なんて目の色を変えるほどのもんじゃないと思いますけど。設計事務所、22歳、罪なことだと眉間にしわ寄せて、何ブツブツ言ってんだろうと思ったら、取引先にすげえ美人がいるんだってさ。赤鬼は関係ないじゃん。この人、渡辺淳一を愛読していて、いつも主人公になりきっています。何かにつけて不倫になりそうに自分一人でイメージしては苦悩してバカみたい。食品会社、27歳。ふとしたことから課長の机で探し物をしていたら、忘年会の時にみんなで撮った写真が出てきたんだけど、私の顔のとこだけハート型に切り抜いてんの。おじさんに片思いされてゾーッとした私はすぐ会社を辞めました。商社、26歳。朝おはようございますと言ったら、鈴木さんは僕に気があると私の友人に相談したおじさんがいる。参ったね、どうも。あの鈴木さんね、どうも僕に気があるらしいんだ。しかし僕にはその、ほらその妻子がいるだろ。だから今なんちゅうか、そのまずいんだな、そういうことは。君からもよく言っといてくれね、頼んだよ。何考えてんだろう。朝の挨拶もできません。証券会社、25歳。帰りがけにお寿司食べていかないと
お腹の空いていた優子ちゃんを連れて出て行った自称 OL キラーの部長は、その後優子を自分のものと思い込み愛人だと触れ回った。優子が抗議すると、それ以来徹底的に無視をしたという、とんでもない話が本当にありました。金属会社24歳お世辞にも不倫って感じじゃない平野じいさんが愛人が風邪大丈夫なんて言ってくれたらすぐ治っちゃうのにな、と大声で独り言を言いながら鼻をかんでいた。愛人が欲しいよな。出版24歳、欠かさず挨拶をし立ち話の一つでもしていた主演のおじさん。私は育ちがいいので、そういうことはしっかりしつけられているんです。だから夕食に誘われても困るんですけど。建設24歳、お酒を飲むたび不倫したいなって水良は言うけど、真面目すぎて絶対できないといつもみんなで話してる。ちなみに彼がしている精一杯の努力は、配られた温泉まんじゅうを僕は食べると太るからと言って、憧れの秘書室の女の子に配ることだけです。機械はだいたい男のものと昔から思っていましたが、どっこい最近のおじさん、機械の前でありゃっと声を発したら、私たちはコピーだろうとファックスだろうと、ともかく機械が壊れる前に飛んでいかなければなりません。見てください、おじさんができない使えない機械の一覧表。驚きましたね。シャーペンの芯の入れ替え34人、そして困った時は結局私たちが尻拭いするのです。今日中ね。はい、仙台、いや釜石東京本社でございます。え、はいはい、わかりました。電話そちらへ回しますんで。これ経理に回すのどうやるのかな、これかな。あらねえ、春日部課長、この電話を経理に回したいんですけど、どうやりゃいいんですか。ああ、それね、確か私がこの前やった時は、確かこの辺のボタンでですね、あ、これだ。切れた。君、すまんがこれ福岡社にファックス頼む。ねえ君、今のそれ今日中に届くんだろうね。おおおい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 。課長、何です、これは。
見てわからんのかね。はあ、コーヒーメーカーだよ、コーヒーメーカー。コーヒーメーカーと言いますと、うん、これさえあればいつでも好きな時、女子社員の手を煩わせることなしにコーヒーが飲める。いやあ、そりゃ便利なものですな。各部に1台ずつ設置することになったんだ。総務もなかなかじゃないですか。何ですかこれは。コーヒーを作る機械だそうですよ。はあ、便利なものができましたな。課長、早速試してみましょう。そうだな。電源を入れるのを忘れるなよ。おかしいですな。うん、総務ではすぐコーヒーができたと言ってたがな。あの課長、豆を入れるんじゃないでしょうか。ああ、なるほど。おい、誰か豆を持ってきてくれ。紙を敷いて豆を入れる。計量カップで水も適量入れた。スイッチ入ったと。おい、出たぞ。ああ、出ましたね。よかったよかった、これで間違いなし。課長、砂糖とミルクは。何を言ってるのかね。本物のコーヒーはストレートだよ、ストレート。普通ですね。うわあ、これはお湯じゃないか。課長、豆を引いてないんじゃないですか。引いた豆、そんなのがあるのか。おい、誰か引いた豆を買ってきてくれ。はい。引いた豆ならここにあります。なんだ、腹から出しゃいいもの。すみません。どうだ、来たか。やった、大成功。いやあ、秋田君、君のおかげだ、ありがとう。いやー、そんな。さあさあ、本物のコーヒーを飲みたい人はカップを持って並んだ、並んだ並んだ。はい。いいか、もったいないからコーヒーをこぼすんじゃないぞ。間隔を空けずにカップを差し出すんだ。はい。せーの、それあれだよね、これ。うまい。いやー、さすがにコーヒーメーカーで入れたものは味が違うね。なるほど、これを飲むとインスタントが飲めなくなるよ。インスタントコーヒーで引き立てのコーヒーを味わえるなんて、どうしようもないおじさんたち。宴会でおじさんたちをいやらしくて嫌だと感じたことがありますか？ある 99%、 ない 1%。 先ほどの常務のご挨拶もありました通り、本日は会長も社長もご欠席であり、まあ無礼講ということでパッと行きましょう。パッと。それでは僭越ながらこの私が拙い隠し芸を一つ。それでは隠し分かってるよ。いやー、お粗末お粗末。今度は僕がお酌をしよう。すみません。おお、ここの手相は凛の兆しが出てるぞ。皆さん、なんという幸運でしょう。部長が今年もまたあの社交ダンスをソロでご披露してくださるそうです。盛大な拍手を。さあ皆さん、手拍子をお願いいたします。ラララララララ。
我が社のこれからの方向はだね。これはやぶだったね。つい出ちゃうんだな。いやいかんいかん。まあお一つどうぞ。まあまあお一つ。お見事お見事。いや素晴らしいダンスをありがとうございました。別に何もしないよ。何もしないって。君酔っ払ってのことだから、この私に免じて許してやってよね。べっけれ。よし、お詫びの印に私が歌を歌おう。おおっと、なんということでしょう。幸運に輪をかけてさらなる幸運。いいからいいから。私はこう見えてもとても若い。頑張った。だから演歌は嫌いだ。直い歌でいくぞ。すばる。拍手拍手。目を閉じて何も見えず、悲しくて目を開ければ。耳かませろ。バカ野郎。ありがとうございました。では次、ダンシングオールナイト。甘い時弾む心。ほれ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 、あぐるっと回って、ほれほれほいほい、いいいい、あほれ。あげる。我が社はだね、まず強力なプロジェクトを作りたいな。はい、どうしてどうして、まだまだよ。ねえねえ、二次会どこ行く？じゃあ決まったら教えてね。ありがとうございました。ではどうかね、銀行だったら誰か一緒に歌ってもいいんだから。私でよろしければ。心の底まで痺れるような会場。ほれ、ね、短いどこへ行くのか決まった。一つ銀座で一つ、バケル。なんだね、秋田君。バカ野郎、どうしてもやるなら俺が相手だ。来い。このパターンでお開きって結構多いんです。まあまあまあ、秋田さん、私はね、あんたの気持ちはね、よくわかるよ、ね。いや、わかるんだよ。だからね、二人で飲みましょうよね、秋田さん。あいつらみんなバカ野郎で。確かに秋田さんの言う通りだと思います。だって理性も知性も羞恥心もなくて、自分たちだけ楽しんでいるおじさんたち、その犠牲となっている私たち OL は残業手当をもらいたいくらいです。宴会を途中でお開きにしてくれたミズラ、いや秋田さん、ありがとう。でもまた明日から3日ぐらい欠勤ですね。おじさんたちが OL たちを口説くこと自体無理がある。それを知ってか知らずか実行する。これはその空前絶後の口説き文句大特集。
口説くぞ。さっぱりした。お付き合いしたいな。うちの方は何とかするから結婚しよう。危険な成就しに行かない。大人の世界を覗いてみよう。私に金があったら愛人にしちゃうのにな。お前が一番。危ないからね。君に何かあったら僕の責任だから。送っていくよ。滑り台のあるラブホテルを開拓したんだよ。一度スケベろ。女房と出会う前に君と出会っていたら絶対結婚してたな。妻が全然夜の相手をそのしてくれないんだ。もう好きにして好きにして。今夜は全てを忘れたい。パイプカットしてあるから大丈夫だよ。いや、君は青い果実だ。いつも陰ながら見守っています。君は辞めるまでにきっと僕と寝ますよ。どうして君だけ誘ったかわかる？わかんない？一発やらせろ。綺麗だ。いい女だ。僕は不幸な男でね。何が一番不幸かって？そりゃ君と結婚できなかったことだよ。君の裸が見てみたい。君の瞳の輝きが好きだ。そう、君はうちの女房の若い頃そっくりだ。髪サラサラしてて気持ちよさそう。いや、たまには若い子と一緒に食事したいな。君のいない会社なんてつまらない。君ってガラス細工みたいだね。一度濃度取らせてくれ。君のことを一番理解してるのはこの僕だ。君となら夜明けのコーヒーが飲みたいな。うん、俺のこと好きなんだろ。妻とはもう冷え切っているのです。君の香りとってもいいよ。君だけだよ。笑顔が最高だね。不倫しよう。女房がね、最近機嫌が悪くて、まだうちに帰りたくないよ。ちょっと休んでいこうか。どうですか、もう一軒。私が10年遅く生まれていたらほっとかないんだけどね。もっと早く巡り会いたかった。会社でないあなたを見てみたい。今日はそんな話をするために呼んだんじゃないんだよ。あ、親父、爆弾も一つ。うまいサバ味噌になるためにはうまい味噌が必要なように、いい女になるためにはプロデュースする男が必要なんだよ。 I love you または受点。
もしくはイヒリルディヒル、はたまたウォーアイニュー、乾杯。あとは彼のもんでも、この足は僕のもんだ。お前は本当に抱きたくなる女だ。あなたのダーリンだよ。ホテルへ行こう。頼む、一回でええんや、やらしてくれへんか。ダメか。疲れましたね。でもこれ全部会社のおじさんたちが実際に言ったセリフなんですからね。念のため、夜霧よ、今夜もどこかでおじさんが口説いているよ。なあ、一回でええんや、やらせてくれへんか。あとあんなもせえへんから、一発でええんや。さてラスト編、それは何といっても終電車。酔ってるおじさんたち見てますよ。よし、もう一軒行こう、もう一軒。何するわ。所長、そろそろ終電ですから。あ、終電が何だってんだよ、終電が。ほら、私に不倫なんだ。早く帰ったって誰も待ってちゃくれねえんだよ。ねずら、もう一軒行くぞ。所長、ごめんなさい。もう一軒行くぞ。今度はよ、ピチピチギャルのいるとこ行こうぜ。なあ、ミズラ。行こうぜ、ミズラ。ミズラったらよ。この電車は最終です。お乗り遅れのないようご注意ください。やだ、やだ、あれ、ついて。くそーくそーくそー。ウィーヘイクッ、ねえ、おねえもんさ、とっとっとっとちょっとな、えいっとな。戻すのが、もう我慢できないよ。気持ち悪い。飽きそうだよ。気持ち悪い。許してくれよ。母ちゃんよ、付き合いにしくさなかったんだよ。ほったらだよ、機嫌直してくれよな。許してくれよ、母ちゃん。なあ、この通り、なあ、なあ。手洗うの忘れてたか。まあ、いいか。つや、2012、2010。
東武線増加春日部方面は6番線にお乗り換えくれて、折り口は右側でございます。お乗り換えの方はお急ぎください。動物園も最終でございます。乗り遅れますと船橋の方まで行ってしまいますよ。はいしー、ああ俺も今んとこで乗り換えるんだっけ。この電車これより回送となりまして車庫へ入りますので、どなた様も降り忘れのないようご注意願います。はい、回送電車が発車いたします。ご注意ください。いかがでしたか。私たちはおじさんを改造しようなんて大それたことは申しません。ただおじさん改造講座が始まって早2年、当初200人だった会員が今や1000人になったことだけはご報告申し上げておきます。ズンパンパンパン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 、都会を見下ろすオフィスの窓にもたれて、バラバラうつろな瞳は何を探してのか、ジャッツタダダトントン、今日は残業、明日はお稽古、めぐるめぐる同じ毎日、嫌よ恋も仕事も燃え尽きたいのよ、頭の腰に乗ってみせるわ、クメ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 、アリのお茶をトレ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 、夢のコピーを、はい、ズンパンパンパン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 、つくった笑顔で部長に軽くが言ったわ、この書類を教授に頼む、チャラチャチャ、打て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 、魔法のワラクロ、でっかく全角半角半角、強調を文字で移動移動、復習
社宿社挿入に削除経線経線実践実践破線もあるわはいチャラッチャチャラッチャチャラッチャおわチャラッチャチャラッチャチャラッチャ課長チャラッチャチャラッチャチャラッチャおわチャラッチャチャラッチャチャラッチャクメクメクメバババズバババズバババズババ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 バ